スセリナックスエンタープライズサーバーはスセにより開発された Linux ベースのオペレーティングシステムである。スルズはサーバメインフレームおよびワークステーション用に設計されているがテスト用としてデスクトップコンピュータにも同様にインストール可能である。メジャーバージョンは3から4年の間隔でリリースされるがマイナーバージョンは約18ヶ月ごとにリリースされる。 スセリナックスエンタープライズサーバーなどのスセリナックスエンタープライズ製品は、オペンスセコミュニティ製品よりも強力なテストを受けている。このテストは、含まれるコンポーネントのうち成熟した安定版のみがテストをパスしてリリースされる企業製品となることを意図したものである。これは、スセリナックスエンタープライズデスクトップや他のスセ Linux エンタープライズ製品と共通のコードベースから開発されている。IBM のアトソンやシリコングラフィックスの HPC やミッションクリティカルな分野では圧倒的な実績を作っている。かつては東南欧諸国をはじめ南米など非英語圏でのシェアは高かったが、元来エンタープライズ分野に強いノベルによる買収以降英語圏での利用事例が増えた。 例えば、ロンドン証券取引所や、オフィスデポ三菱東京 UFJ 銀行で採用されている。同じドイツ製品ということもあり2014年7月まで SAP の唯一認定されチューニングされた Linux Distribution である。オープンソースでありながら顧客ニーズを重視していることの表れとして、ノベルの一部門だった時代にマイクロソフトとの相互運用の提携を行った。 初期のハイパー V 仮想化創価環境における唯一の動作認定を受けた Linux Distribution でもあり、SURS にはハイパー V 統合サービスがあらかじめ導入されている。堅牢性と高信頼性と合わせ、YAST ツールによる CUI 及び GUI でのインストールと設定、管理の自動化ツールにより、コマンドラインでの管理に不慣れな管理者でも容易にセットアップを行うことができる。 ヤストのパッケージマネージャー登録されていないアプリケーションはオペンスセするようオープンソースソフトウェアを検索、ブラウザからダウンロードしてヤストでインストールできるワンクリックインストール機能がある。スセリナックスエンタープライズデスクトップとはリバオフィスなどのオフィスアプリケーション、マルチメディアアプリケーション、ジンプなどの画像処理ソフトウェアが搭載されない点で異なる。また、 XGL のような 3D デスクトップも省略されている。YAST ツールは CUI 版の YAST と GUI 版の YAST2 の2つが利用できる。スセリマックスシリーズにおける共通のツールであり特徴的なツールである。HTTP サービスやサンバといった多くの主要なサーバー向けサービスはすべてメニュー形式の YAST によってインストールから必要なパラメータの設定。 ブート時のサービスの起動と停止を指定できる。また、サービスの起動方法、パーティションの定義、ネットワークの設定、パッケージのインストール、アイ,インストールといった管理者の作業はコマンドラインを知らなくてもメニュー形式で実行できる。操作は CUI 版はタブキーやカーソルキー、スペースキーで行い、GUI 版はマウスクリックで操作できる。るでは、 スセ公式リポジトリ以外から提供されるパッケージのサポートは行わない。しかし、オペネソとの共通性が強く、オペンスセのリポジトリを利用すれば、各種のオープンソースプログラムの利用が自己責任で利用できる。オペンスセのソフトウェア配信サイトからインストールしたいオープンソースプログラムをブラウザ上でクリックするだけで、y a s t 2の GUI インストーラでインストールできる。 ワンクリックインストールの機能がある。スセスタジオはオペンスセ、スルズ用に用意されたオンラインアプライアンス作成ツールである。VMDP はスルズをハイパーバイザーとした際に完全仮想化された Windows の仮想環境上でのディスク IO、ネットワークのパフォーマンスを向上させ、ハイパーバイザーからのシャットダウン、ポーズなどの動作を実現するための準仮想化ドライバである。 全路純化総化では、ホスト OS は、カーネルバージョンを2.6、32として、リベースされた。カーネルバージョン3.0,10をベースとした、スルズ 11SP2 が2012年2月に、リリースされた。スルズ 11SP2 には、デルンのサーバのためのコンシステントネットワークデバイス、ネーミング機能が含まれた。 IBM のアトソンはスルズを使った IBM のパワー7システムであった。スセリナックスエンタープライズサーバー12のベータ版が2014年2月25日から利用可能となり、最終版は2014年10月27日にリリースされた。スルズ 12SP1 は2015年12月18日にリリースされた。SP1 にはドッカシボレス。 ネットワークチーミングおよびジェスイメージが追加された。SP には2016年11月11日にリリースされた。日付はスセリナックスエンタープライズサーバーのバージョンのリリース日である。スルズ10、スルズ 11SP1、スルズ 11SP2、スセリナックスエンタープライズサーバーには汎用版以外に次のバリエーションソリューションがある。ありがとうございます。